はい。ミント、なぜこんな奴について行ったんだよ。私をお母様のところへ連れて行ってくれるとおっしゃいました。お母様？はい。そういえば電話でもそう言っていたな。ミツルニではないのか？ミツルニ様は私のお父様です。そうではなく、お母様です。誰だそのお母様ってのは。第一、どこで会うつもりだった？ここです。ここ？いつ？間もなくその時刻です。何？ここに今来るっていうのか？もういらっしゃいました。もう、なんだって？おやすみなさい、阿行相馬さん。まずったな。ミントにかまけて後ろがすっかりおろそかになっちまった。衝撃からするとアンペアを下げたスタンガンタイプか。頭を殴られるよりは良心的だな。スタンガンなら後遺症はまずない。何かの袋に入れられて運ばれてる。文字通り袋詰めだ。海の香りがまだする。海の見える丘公園からそう離れていない。音が聞こえてくる。遠くはない。人の話し声。寮からすればセントラル街付近。おかしいわね。なかなか起きないの？そんなに電圧上げてなかったはずだけど。頬を叩かないでくれ、起きてるよ。俺は両手を縛られているだけ。骨折はない、外傷もない、後遺症なし、チェック完了。ミントも無事のようだ。よし、久しぶりだな。あら、私を見ても驚かないのね。部屋の内装を考慮すればセントラル街脇のミレニアムホテル15階あたりか。君は真由美を語った偽物。その正体は蜜剣の共同開発者ガルシア。さすがにクラス A と呼ばれる人は違うのね。西船橋を使ったのはお前か？あの男だけじゃないけどね。結果的に見つけてくれたのはあいつ。アウトフィットだな。そうよ。とうとうお出ましってわけか。
かしらね、阿行さん。例の見えない夫事件以来か。あの時より随分老けたな。あの時は若妻風でイケてたかな。今はどう見ても男あさりをしているおばはん。軽口も大概にしておきなさい。あなたが五体満足のうちにね。すまんな。縛られるってのは俺の趣味に反するんでね。俺は至ってノーマルだ。あなたがどういう理由でこのメイドロイドを手に入れたかを聞かせてちょうだい。コウノトリが運んできたのさ。へえ、そう。ちょっと強すぎたかしら。口の中が切れたようね。肉体的苦痛は拷問にならんぜ、俺の場合はな。話させる方法はいくらでもあるのよ。カードはすべて私が握っているのだから。ミントって呼んでいたわね。あなたが名付け親。感じるままに。いいこと。あなたを殺すのはたやすいわ。けどなぜ生かしているかをよく考えることだわ。すまんな、無理言って生かせてもらって。今のはちっと痛かったな。ここにこわもての人たちがいない理由がわかる？私が退出してもらってるの。そうかい。拷問してあなたを吐かせるのはたやすいことよ。でもそうしないのは私の恩情というわけね。それに恩義を感じて全てペラペラ話してしまえと、こういうことかい？そうだと言ったら。応じてもいい。だが条件がある。条件をつけられる立場かしら。ところがつけられるんだな、これが。何ですって？オタクにとってミントはどうでもいい存在だ。何ですって？オタクにとってアウトフィットの存在性は金と資源、ただそれだけだ。それは今までの経験から推測して確信がある。オタクはスポンサーの資金の下で蜜剣と共同研究をしていた。しかしミントを蜜剣に取られ逃亡を許してしまった。アウトフィットに必要なのはハードよりはむしろソフト、つまり蜜剣の研究成果そのものだ。昔から言うだろう、ハードはソフトがなければただの箱をってね。ミントを奪い返すことよりはむしろ蜜剣の居場所、蜜剣の研究成果、それらを全て手に入れることがオタクの最優先事項のはず。それがあればミントと同じものはいくらでも生産できるんだからな。ミントの存在は単なるサンプル、プロトタイプでしかなくなる。なぜここにこわもてのお兄さんたちがいないのか、それはいられたら困るからだ。ではなぜここにいられては困る？俺の口から事の成り行きを説明されるのを恐れたからだ。というわけだから、俺はオタクに条件を一つつける。オタクの希望を叶える代わりにミントを俺によこせ。私の希望？ミツルギを見つけ出しあんたに引き渡してやる。俺の実力は知っているな。思った通り、打算的な女だ。迷っているな。極めて貴重な申し出だけど、私も一つ質問があるわ。いいぜ。あなたにとってこのメイドロイドはまさに猫に小判。このロボットを家事に使っていたというじゃない。彼女はそれを望んだんでね。彼女？あなた気がおかしくなったの？これはロボット。私が体を設計したドロイドよ。このロボットを使って何をするつもりなの？敵対陣営に持っていかれても困るのよね。別に何もしない。彼女の寿命が尽きるまでそっとしておくだけさ。寿命？
内蔵電池の寿命が天寿を全うするとでも言いたいの？あなたやっぱりおかしいわ。ミントとここ数日一緒に暮らしてみて改めて分かった。彼女は人間そのものだ。それは干渉かもしれないが、俺はそう思っている。アギョー様、お笑いだわ。そこのメイドロイド、ミントって呼ばれてるロボット、あなたのことよ。はい、何でしょうか。あなたに男性と愛し合うことができて、人形のあなたに。わかりません。努力すればできると思います。ではここでしてみなさい。どうしたのよ。さあ。できません。できたとしても、それは単にその機能が私によってつけられたというだけ。痛みも認識し、快楽も認識する。でもそれはそうプログラムされたというだけ。言ってみれば玩具に過ぎないのよ。私は血の通った人間だから、ここにいるアギョーさんと愛を育むことができる。これが人間の特権よ。あなたは決して男性に抱かれることはできないのよ、ミント。アギョーさん、これで分かったでしょ。これが単なる機械人形に過ぎないことが。私と手を組まない？手を組む？そうよ、アウトフィットにこの研究成果を持っていくの。あなたの才能と私の頭脳があれば、組織を牛耳ることだって不可能じゃないわ。あなたはすごい才能だわ。町の開業探偵なんかで一生を終える人間じゃない。私と一緒にアウトフィットへ行けば、莫大な財産を築けるわよ。こんな機械人形などどうだっていいじゃない。私に必要なのは研究資金、それも10桁をはるかに超える資金よ。アウトフィットは国際的な犯罪組織よ。資金も豊富で、その貪欲なまでの利益追求が私たちを裕福にしてくれるの。アギョーさん、今ここで私を愛して。そうすればこの機械人形の自我は崩壊するわ。結構なお誘いだ。どう？結構な眺めだな。アギョーさんの手で私を抱きしめてみない？あなたのものである証をつけて構わないのよ。どうしたのよ。まさかこの機械人形の方を取るなどと言わないわよね。君と一緒にアウトフィットへか。悪くないな。本当？それなら。ガルシア、君は素晴らしい科学者なのだろうな。そうよ、世界で最高の頭脳の一人よ。ミツルギの研究成果などゴミも同然だわ。世界最高の頭脳の持ち主に問いたい。何かしら。人間とは何だい。哲学的ね。答えられるか。そうね、女が身ごもるというか。そんなのは定義にならんよ。試験管内だって子は育つさ。ではオスの精子とメスの卵子が。それが科学者の人間という存在に対する結論かい？概念的に言えばいいのね。では
られていないということだわ。人間の手で人為的にプログラムされていない生命体。 DNA はプログラムそのものだ。未だ全てが解析されていないというだけでしかない。だがそれも倫理的なものを除けば時間が解決するだろう。つまりプログラムか否かは人間の本質ではないということだ。ではそこのロボットが生命としての機能を果たすというの？生命の定義としての種の保存という命題をあの機械人形がクリアできて？それは生命体の定義であって人間のではない。さもなければ俺たちはゴキブリと同類さ。ではあなたの言う人間らしさとは何なの？人間ほど揺らぎを生み感情の起伏が激しいながらも恥じらいを持ち愛を育む生き物はない。だからこそ人間以外の生物界では起きえない事件がこの世にはびこっている。俺はこの職業でそれを幾度となく見てきた。彼らの憎悪と恥じらいと愛情で。何が言いたいのよ。わからないかい？あの機械人形にこの魅力があるのかしら。これでもまだ人間とでも言うの？そうは言わない。だがガルシア、君の今の姿を自分自身で想像してみるがいい。人間には恥じらいというものがある。女性ならなおさらだろう。異性と肌を重ね合わせる女性のそれが恥じらいという感情だ。それが欠如している今の君は人間以下の存在だろうな。なんですって。君はさっき俺と愛を育めると言ったな。それが人間の条件だと。だが心の結びつきがなければ愛などは育まれない。体の結合と快楽のみが人間の条件というならショップで売ってるおもちゃも立派な人間さ。私がおもちゃだというの？それ以外のことに聞こえたのかい？最低の言われのない侮辱だわ。俺に抱かれることをミントは恥じた。それでいい。愛を育むことが人間の条件なら俺はここでミントを愛する。アギョ様。それでミントは人間なわけだ。だが俺と愛を育めないオタクは人間以下の存在だ。機械人形をどうにかするなんてことプライドの高い人間にできるわけがないわ。俺はミントと愛について語り合ったことがある。結局のところ結論は出なかったが今オタクと話し合ってその結論が出た気がする。結論？愛の結論というの？相手を慈しみ思いやる感情だとミントは言った。それでいい。俺がミントを思いやればそれは愛情だろうが。違うわ。体の結びつきのない愛など愛じゃない。俺は愛を育むと言ったぜ。つまりそういうことさ。あなたには人間の尊厳がないの？愛を育むことは尊く厳かなことだ。すなわち人間の尊厳だろう。それを理解するからこそ俺は彼女を愛するんだ。ミツルギは俺が探してやる。約束は守ろう。だが今ここで俺がミントを愛すなら、そして彼女がそれを望めば彼女は人間だ。もう一切の手出しをするな。